こんにちは、札幌占い美容師早橋の後藤です。今回スローの、カラーを使って染めてみました。で、使ったのがちょっと移動します。ビデオのライティングだとちょっと分かりづらいと思うんですけど、根元がね、だいたい3センチぐらい、出てまして、で毛先がベースが10トーンだったんですよ。で、根元の方、毛先の方をまず、MT の10のスローを使って、それに、ブルーを 20% 入れたのを毛先に塗りました。で、根元の新成分はかなり、で、ここの毛先をやったやつに余ったのに、これをプラス 20% 混ぜたような感じなんですよね。なんで基本的なベースのカラーは一緒で、ここの新成分の部分はこれを 20% 足しただけなんで、基本的に MT の10とブルー 20% っていうベースに対して、根元の方はこれを 20% 混ぜただけです。スタイリングはいつもこのシークレットさんの、ワックス、ケアワックスでやってるんですが、これかなりね、安全というか皮膚にもついても全然大丈夫なんで、あと、まあこれ宣伝になっちゃうんですけど、めっちゃボリューム出ます、これ。ヘナジェル、これすごいです。ボリュームない人使ったらめっちゃボリューム出ます、本当に。あと毛先を抑えたりもできるんで、これすごいです。はい、でちょっとスタイリングしますね。これね、ケアワックス手で溶かしてこういう状態にしてから、まあ僕は結構荒れやすいんでこれ塗るんですけど、そのままちょっとつけますね。手にちょっと伸ばした状態でつけて、毛先のニュアンスとか、こういうとこですね、毛先のニュアンスを、よいしょ、で今回ちょっと再度ディスコネにして、最近なんか自分の中でちょっとその再度のディスコネがちょっと好きというかやってるんですけど、再度ディスコネクションして、バックの方はちょっとウルフベースにはなってるんですけど、少しスタイルをちょっと変えてます。わかりますかね、この辺ので、この辺はまあちょっと宣伝になっちゃうんですけど、うちペンシルシザーっていうのがあるんで、このペンシルシザーを使って、これかなりね、束感出すのにめっちゃ使えるんで、まあよかったらいろいろ見てみてください。 あとそうだ、僕のアメーバブログがちょっと今ハテナに移動してて、ちょっとよくわかんない状態になってるんで、すいませんが、もう少しお待ちください。ハテナは一応見れるようにはなってると思います。で、この辺を、まあこう束感をね、出したりとかするときにこのペンシルシーザーめっちゃ使えるんで、バックとかも使えます。例えば間引いたりするときって、間引くチョップってなんかこうちょん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 ってこう間引いていくじゃないですか、よく。僕それやらないんですけど、こういう風に、こっち見えないかな、こうやってちょ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 って間引く方法あるじゃないですか。でもそれも、例えばこのペンシルシザーって形の形状がこういう感じなんで、そのまま入れちゃうともうここで間引けるんですよね、ボンって簡単に間引くことができるんで、このままポン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 って入れていくと間引いた状態で切れますし、まあ束感出しと重さを出しながらすいたりするのにはこれがすごくいいです、ペンシルシーザー。ちょっと宣伝ばっかりで申し訳ないんですけど、まあいいや。でスローをこんな感じでちょっと今結構つけた後に冷風が出たりとかすると、結構ドライヤー当てるんですよね、その毛
ヘアワックスつけた後にドライヤー当てて、で、なんかこう、なんか少しウェット感出すというか、そういうのを結構使います。よくテクスチャープレイとかもよく使ってやってたんですけど、最近このケアワックスでウェット感出してますね、こういう風に。今ちょっとライティングで分かりづらいんですけど、結構面白い色出てるかなと思います。で、指でこうつまみながらスタイリングしていくと結構面白いですね。動きがこう出て、ちょっと顔あまりお見せできないんでこのぐらいにして、です。で、これカットライン的にはがっちりつなげてるわけじゃなくて、この辺から徐々に、サイドから徐々にこうグラでつなげてる感じなんですよね。グラっていうか、なんだろうな、この辺はバツって入ってるんですけど、徐々に取る量を少なくしていって、徐々にこうラインを作っていって、この辺はウルフベースみたいな感じのスタイルをちょっと作ってみました。はい、後ろはこんな。でも本当ビデオだと色が全然わかんない。この遅い時間まですいません。で、この辺もこういう風に束感出していくと結構いいかなと思いますね。少しこういうデザインを入れて、まあ大人のスタイルですけど、まあちょっとこうデザインちょっと入れてみるみたいな、そういう感じいいかなと思います。あとこう耳ちょっと出してもいいですし、こういう風にこんな感じでちょっと作ってもいいんじゃないでしょうか。結構熱が足りない時があるんですよ。すごい毛量が多かったりとかですね、結構毛の量ある方は温度が落ちるんですよね。で、こう温度の、測定がついてるやつで温度が分かるんですけど、結構落ちるんですよ。で、温度落ちるとちょっと伸びなかったりする時もあるので、このような感じで角度をちょっとこうつけたりとか、例えばですけど、まあ、いろんなやり方がありますよね。多分片面熱なくしちゃったりして R 入れることもできますし、まあ、いろいろ方法があるんですけど、まあ、こう2つでやっていくと、まあ、このワイドアイロンみたいな感じになるわけですね。で、熱を、まあ落とさないような感じにしていくと、結構縮毛矯正って時間が取られると思うんですよ。矯正のアイロンタイムって皆さんどれぐらいでやってるか分かんないですけど、結構時間取られるんですね。で、結構ロングで、まあリタッチだけだったらいいんですけど、全体に矯正入れる方とかだとアイロンタイムって結構時間かかると思うんですよ。で、そこでやはり2本のアイロン使っていくことによってスピードも上がりますし、まあ結構効率が上がります。で、まあいろんな方法があるんですね。こう1回ずつ置いてやる場合もありますし、まあ、僕は結構持ってやっちゃうんですけど、じゃあコームどうやって持つんだとかね、いろいろ方法がありますよね。1回置いて、でコームで取って、止めてから2つ持ってやる。でもその時に、ここのよれたりとかするのがね、どうすんのとかいろいろあるんですけど、まあ、いろんな方法があるんですよ。僕は結構この小指にサックつけるんですね。ちょっと今持ってきてないけど、ここにサックをつけて、こういう風にシュッて通りやすくして、やったりとかします。そのままこうで、ちょっとアイロンに工夫してテンションかかるように、アイロンのラバーのところをちょっと工夫して、テンションかかることによって、もつれをなくしたりとかするとコームが必要なくなるんで、小指の、この何でしょうね、
小指につける、よくコンローとかするやつがあるんですよ。ブレーズとかそういうのをやるやつがあって、それを指につけてここキュッと入れてアイロンこう入れるんですよね。根元これ蒸気がこれあんまり逃げないんで熱いんですよね。これ火傷しやすいんで、ちょっとこれはこれでねすごくいい使い方ができるんですよね。なんでこれちょっと僕小林さんっていう方からいただいたんですけど、ありがとうございます。で、まあ、こういう縦にこう縦縞が入ってる、これノビーのアイロンなんですけど、縦縞入ってるやつはシュッとこう逃げてくれるんですよ、うん、あそう、あ結構そうだ、アイロンあれですよね、皆さんアイロン何買っていいか分かんない人とかいるんですか。